マリッコチャンネル。今日は手作りの麹お化粧水で残った麹を使って麹パックの作り方のご紹介をいたします。それではマリコチャンネルスタート。手作り化粧水を今年の初めに出してるんですよね。で、それでその時にどうしても麹が余っちゃうんですよね。このまま食べたりヨーグルトに入れて食べたりしてたんですけれども、これをねパックにするにはどうしたらいいでしょうかっていうコメントをくださったので、この残りカスを使ってパッククリームの作り方のご紹介をしようと思います。麹の手作り化粧水がわからないっていう方のためにささっとねお教えしますので、作り方知っとうよっていう人はパックの作り方まで飛んで確認していただけたらなって思います。材料がこちらです。まずは麹化粧水を作った後の残った麹、好きなオイル、私は今日はね椿オイルを準備しました。でオイルは何でもいいけど、保湿の高い、オレイン酸の含有量が多めのオイルが適していると思います。そしてすり鉢、ミキサーとかねブレンダーはちょっとね高速回転でスピードが速すぎるんですよね。であんまり高速で回転させると熱を生じちゃうので、そこで麹菌とか酵素っていうのがね壊されちゃうんじゃないかなって。野菜ジュースとかも酵素が壊れないように高速でミキサーかけないでくださいっていうものがあるので、こうやってねすりこぎで手で混ぜていきたいと思います。じゃあ早速作っていきましょう。でまずは麹をペースト状になるまですっていきます。やっぱみんないろいろ考えるよね。ああパックかいいなと思った。パックにしようって私思わんかったもんね。ここでねちょっとすりつぶします。あて、そして椿オイルをね入れていきます。椿オイルはもう適当やんね。適当でいいとよ。適当でいいと。適当って言ったら困る。困るんやったら大さじ1とか2かな。なんでオイル入れるかっていうと、パック効果を高めるっていう意味合いもあるけど、お肌にやっぱりのせやすくするための機材としてのオイル効果もあるので、分量はね適当でいい。もうちょっとあれがいいね。でもこれでもいいね。これでもいいけど、もうちょっと入れてみる？これにさ、生蜂蜜とか入れてもいいよ。パックするんだったら。あれ、私が前ほら出したさ、蜂蜜となんとかのクリーム。ほらこれ私も毎回これ取り寄せてるんですけど、この巣鴨養蜂園のね生蜂蜜、加熱処理してないから生なんですよ。これをね蜂蜜化粧水とか蜂蜜クリームの時に入れてるんですけど、こういったのを
お餅だったらこのパックにねプラスしてあげたら結構ねパック効果が高いね麹パックになる。もうパックパック言ってるけど麹パックになるからそれでもいいですよ。まあ入れるときはね半分入れて半分はもう食べましょうね。これはいできました。完成しましたね。めっちゃ簡単で、あとこれをお顔にのせるだけ。はい完成しました。めっちゃ早かったね。もうするだけ、すって好きなオイルと混ぜるだけでできます。でかなりね固めのペースト状になるのでお顔にのせやすいんじゃないかなと思います。で麹お化粧水と同じような麹が持つ美白効果、あとは保湿効果、そういったものがパックのねペーストになりますので、麹パックで乾燥しきったお肌を潤してあげるようなメンテナンスがね必要かなって思いますので、ぜひぜひ麹お化粧水めちゃくちゃ評判がいいのでちょっとね一度作ってみてください。お肌の調子が本当に上がってくれると思います。そしてね紫外線がもう強い季節になるので、まあ、定期的にねこの麹さんが持つ美白効果ね、こういったもので定期的にねメンテナンスしてあげるっていうのも必要かなと思いますので、麹の手作りお化粧水を作った後はよかったら麹パックを作ってお肌の保湿力をさらにアップされたらいいんじゃないかなって思います。それではマリコチャンネル、またどっかの木曜日、バイバイ。